皆さん、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ゴールド TV です、えー。第3部は石油についてちょっと触れていきたいというふうに思います。まあ、石油に関しては、今 WTI、ニューヨーク原油ベースで40ドル付近でほぼ横ばいですね。この1ヶ月ぐらいずっとほとんど値動きがなく続いています、まああのー。マーケットプレイヤーにとっては、このボラティリティ、変動ボラティリティがないというのはまあ良くないことですけれども、 世界経済、あるいは我々消費,消費者にとっては、価格が安定しているということは、まあ、むしろいいことですよね。しかも40ドルですから、まあ、ガソリン価格、灯油価格を含めて、えー、まあ、安定的な価格で供給ができるということで、むしろ歓迎すべきことなのかもしれません。まあ、今のゲームマーケットについてですね、ちょっと状況を見ていきたいというふうに思っています。最初にですね、えー、っと、じゃあ、えー、この、今の石油のマーケット、 40ドルで、まあ、なぜ落ち着いているのかということにちょっとついて増えていきたいとい、えー、思います、まあ。なぜ価格が落ち着いているのかというと、まあ、結論から先に言いますと需要と供給、まあ、いわゆる需給ですね、需給のバランスが、えー、均衡している需要の方も、まあ、供給の方うも消,消,し消費の方も、まあ、定位で安定している。 このバランスしていることが、まあ、科学の均衡化を招いているということが言えるかなというふうに思います。先にですね、えー、世界の原油の消費量について見ていきたいというふうに思います。原油の消費量の推移ですけれども、このグラフが示すり、だり、大体あのー、2019年もそうですけれども、その前の年、2018年の後半もですね、大体あの、年間1000億バレル、1000億バレルぐらいあります。これ 単位が100万バレルで100の単位ですから、まあ大体1億ぐらいですね。特に2019年の後半は、アメリカのシェルオイルの生産がまあそのまま高水準で推移していたということで、アメリカ、サウジアラビア、ロシア、この3カ国、三大生産国を中心に、高水準でまあ安定していましたので1億、1億バレルをまあ維持したと。 いうことですしかし、まあ、2020年に入ってコロナウイルス新型コロナウイルスの影響で、えー、消費が大きくまあ、引き下げられて特にあのジェット燃料ですね、えー、空輸がほとんどできていないと、まあ、空港閉鎖とかねありましたしまあ、都市の閉鎖なんかもありましたのでジェット燃料だけではなく陸曹 まあ都市の自動車の、まあ、自動車を含めて、まあ、トラックとかバスも含めて、えー、そういったガソリンの消費も大きく落ち込んだということがありましてですね、大い9000万バレル近くまで落ち込んだということと、この第2四半期、4、6月期はですね、えー、8000万バレル今日、まあ、と少し。 まあこれ、オペックのマウスリーレポートの最新号からしますと、この第2四半期は8130万バレルまで消費量が押し込んでいるということです。まあ、この今申し上げたオペックの月報によるとですね、今年の四万期も石油の世界的な需要は圧迫された状況が続きそうだということを予想していますね。やはり、景気の悪化がまあこの第2四半期だけで、 終わらないというふうな見方が根底にあるかなというふうに思います。まあ、世界経済は今後ゆっくりと回復する見通しとはありますけれども、まだやっぱりあのアメリカのコロナの感染者数が非常に爆発的にまだ増えてますので、南米もそうですね、えー、非常に増えてるということで、コロナの影響がまだ当面も続きそうだということで、まだ楽観的な見方はできにくい状況下にあると言えます。 しかし一方、ですね今、消費がすごく落ちているという話をしました、また、あ、ざくっと大体この第2四半期、でこれから第3四半期、えー、市地区ベースでも、ですねやはり9000万バレルパーでの状況は続くという可能性が高いと思います、しかし、その消費の減少に合わせて生産の方も減っているんですね。 まあご承知のとおりですね、OPEC とロシアなどの非生産国、あ非加盟国を合わせた OPEC プラス、これがあの過去最大の協調減産をしているというのが、そもそもの根本的な原因なんですけれども、そのほかに、世界最大の今、原油の供給国になっているアメリカ。 今、えー、ちょっと減ってるという状況をちょっと示すグラフがあるんですけれども、それがこのアメリカのシェールオイルのリング稼働数ですね。えー、2018年の11月には888機、これがあの、シェールオイルが取れる、ー石油工クの数ですけれども、これが今、2020年7月の頭には185まで減ってるんですね。すごい、もう気が気に崖のように今減ってますね。 ですから、ピーク時の今、5分の1まで減ってるんです。ということで、えー、アメリカのシェールオイルの生産量が急激に減っているということを示すグラフかなというふうに思います。昨年の末には、1200万バレルぐらいまで、えー、アメリカの石油生産、増えてましたけれども、まあ,あ、簡単に今、1000万バレルを下回るのは、免、まあ、れないような状況になっています。 OPEC プラスに関しては、先ほどちょっと触れましたけれども、えー、今年7月に原産量、日量960万バレル規模にしたということですね。まあ、先ほど申し上げましたけれども、日量大体あの1億万バレルあるということからすると、世界の供給量の10%、約1割を絞ったということですね。 まあこういったことで、世界の原油需給、これもオペックのマウスリーレポートからのデータになりますけれども、2020年第1四半期、消費の合計が9239万バレル、これに対して生産の合計があ1億、だいたい1億バレルということですね。ということで、こういった状況があってですね、これからのお あここに一端にもありますけど、内訳ですね。ンオペックの生産が6700万バレルで。オペックの生産量が2360万,万バレル。ということで、生産の合計が9000万バレル。ですから、大体2020年のトータルでは消費の合計。 大体9000万バレル、生産の今合計が9000万バレルということで、大体いい均衡しますよね、数値的には一緒と一緒になりそうだということで、この需給のまあ均衡化が今のニューヨーク原油の横ばいの背景にあるということが言えると思います。まあ、あのそれを今申し上げた ところののの状況をググララフフににしたのが次の棒グラフになります緑の部分が消費の合計、えー、オレンジ色の部分が生産の合計。だいたいたあの消費の方が生産を上回る状況が続いてましたけれども、まあ,あそれが相場を圧迫してた、これからもちょっとその状況は継続しそうだということが言えるかなというふうに思います。 まあこのようにですね、これまで述べさせていただきましたとおり、新型コロナウイルスの影響で、まあ、世界の景気はまだ回復が遅れているということが言えると思います。まあ、当然、それとともに、世界の原因の消費量ですけれども、まあ、減速、あるいは縮小したまま,がままの状況が続きそうです。 しかしそれに対応するために OPEC プラスはまあ大幅な減産方針をまあしておりますし、まあ、この8月以降もその体制は続くというふうに思います、まあ、そのに比べましてアメリカの方ですねシェールオイルのまあ原油の生産コストはだいたい40ドルと言われてますので今の40ドルが続くとなるとやはり一部のシェールオイルの企業にとってはまあ経営の悪化の大きな要因になってしまうということが言えると思います 最後にですねドル建てのニュー,ヨークの原油の相場を見ていきたいというふうに思うんですけれども、上の方が月足です、長期トレンドですね、えー、っと2020年の4月にですね農会直前に40ドルマイナス40ドルという、過去なかった値段がついたんですが、それを危険として今、上昇にあって40ドルまで、で下の方が冷やしですね。 こちらの方も4月の安値を起点に上昇にして今41ドル台まで直近ではついているということです。ただこの戻りですけれども本格的な戻りなのかあるいは下げすぎたことによるまあ一,部一時的な修正高なのかの判断はまだ難しいというふうに思います。戻ってもですね、この50ドルっていうのがまあ生産国にとっても消費国にとっても 納得できる水準であるとするならば今の40ドルから上がってもせいぜい10ドルぐらいがいっぱいかなという感じがします。ということで原因はですね、まだまだちょっと横ばいの推移あるいは若干の強含みということで我々消費者にとってはまあむしろ歓迎すべき状況なのかもしれません。ということで第3部は責任についてお届けしました。ではままた失礼します。